まあ、あの体操の選手としてはですね、これはですね、はい、あの伸身のコンサルトですね、もう2回中2回ひねりですから、新月面ですか、伸身の新月面ですかね、すごいですね、はい、まあ、あのご覧になってですね、ですね、まあ、あのソ連の選手の体型からすればですね、はい、ちょっとあのゲブロキャンはあの違うタイプだと思うんですけども、まあ、あのご覧のように非常にあの足の強い選手ですから、はい、技の内容でですね、その辺をカバーしていると言っていいと思いますね。この人は22歳です、前走の選手権で個人優勝した経験はあります。ただ世界選手権では補欠だったということなんですが、そうです、はい、あの昨年のモントリオールはね、あの来てましたけども演技はしておりません。それでこの人が見事な演技なんですが、タイムオーバーの減点があるんですよね。まあこれはまあもったいないですね、はい、で最後ですね、伸身やるんですね、伸身のダブルですね。やはり最後にですね D 難度を持ってくるっていうのはね、まあ、これ日本の選手も学ばなければいけないということですね、はい、これが入りですね、伸身の新月面ですか、そうですね、2回宙返り2回ひねりということですね。これも素晴らしい技なんですが 9.65 でした。ゲボルキャンは